こんばんは。朝やったわ。なので、あと今30分やって夜ラジオ配信やる予定です。今エアコンつけた。こんばんは。こんばんは。りまして、あれ、そうだよね。よかった。こんばんは。今日湿気あるよね。なんかさ、雨は降ってないけど湿気で、なんか頭がっていうか髪の毛がパサってなってる気がする。なんか湿気ありません？こんばんは、こんばんは。今は暑いです。こんばんは。ありがとうございます。30分だけやります。10時ちょっと前には、10時50、9時59分ぐらいにはランキング読んで、10時前には終わります。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。気づけば今日ももう9時半になってしまって、本当に早いもので、時間経つのが早すぎるって感じなんですけど。こんばんは。なんか突然なんですけども、最近見たい映画がありすぎて、ちょっと前にマイ・エレメント見て、最近トランスフォーマーも見たんですよ。トランスフォーマー見まして、面白かった。なんかトランスフォーマー見るの初めてだったんだけど、楽しかったです。面白かった。洋画良いですね。今まで私洋画見たことなかったんだけど、最近見出しました。「リトル・マーメイド」とかも字幕で見たり。洋画でしたね。こんばんは、こんばんは。そうですね。あとは何だろう、ジブリも見たいし、 G メンっていうのも見てみたいし、いっぱい見たい映画ある。あと何だろう、もっとあったはずなんだけど忘れちゃった。こんばんは。映画館行くたび、わあ、家でプロジェクター欲しいと思っちゃうんだよね。こんばんは、こんばんは。なんかやっぱ映画館で見るのもいいけど、やっぱ家でゆったり見れるのもいいなと思って。こんばんは。なんか映画ってさ、2時間弱あるじゃん。なんかさ、なんだろう、でもなんか映画は映画館の雰囲気ってね、もうめっちゃ大好きです。こんばんは、こんばんは。非常事態っていう韓国映画見たとき面白かったよって、なんか聞いたことある気がする。非常事態、韓
韓国の映画見たことないな。韓国ドラマも私あんま見たことない。めっちゃ私が小学生の時に小学生の時に韓国ドラマ見てたんだけど、最近見てないです。見たいんだけど韓国ドラマやっぱずっと目が離せないじゃん、やっぱ言葉が分かんないから、なかなかチャレンジできてないですけど見たいな。そうなんかさ、映画館は映画か、映画見ながらポップコーン食べたりとか、大きなスクリーンで見れるっていうのがいいよね。大きな音で、大きい暗くて、だけどまあ家でゆったり大きな画面で見れたらいいなって。映画館行くたび、最近よく映画見てるんですよ。前は結構1年に1回2回行くか行かないかぐらいだったんだけど、最近マイエレメントも見たし、トランスフォーマーも見たし、めちゃめちゃ見た。 MER 今年で見たのはちょっと忘れちゃってるのもあるかもしれないけど、コナンも見たし、東京 MER も見たし、あとなんだろう、マイリトルマーメイドも見たし、あとはまあトランスフォーマーとマイエレメントと、私の中では多いです。本当に、まあ、コロナ禍は全然1年に1回も行かないか行くかぐらいだったし、コロナ禍は行ってない、なんて言うんですか、その鬼滅の刃とか見たかな、映画館で。あとそしてバトンを渡されたも見ました。その時まだコロナ禍っていつのこと言うあれだか分かんないけど、まだそう多分コロナ禍っていう、それより前も本当に1年に1回映画見るか見ないかぐらいだったの、映画館で。いや最近は私の中では多いです、映画館行ってるのが。動画配信だと新作安いし、1年だったら無料で見れる。確かにね。なんかさ、映画館でやっぱり2時間ぐらいさ、私はいつも機内モードにしてるんですけど、なんか怒ってたらどうしようって心配になっちゃうんだよね。まあ、別にそんなずっと心配してるわけじゃないけど、でも別に言うて映画の2時間見れないけど、普段も見れない時間で全然あるじゃないですか。だから別にどうってことはないんですけど、まあ、家だと普通にあれじゃん、普通に何でも食べながら何でも見ながらゆったり映画見れるのは良いよね。プロジェクターでもな、一生悩むんだよ本当に。なんか欲しいんだけど、なんかもうでも優先順位そんな一番ではないよなって感じで、ちょっと悩むんだよね本当に。なくてもやっていけるよなってでも使わなくなったらもったいないしなとかいろいろ考えちゃって、ずっともう2年ぐらい踏み切れてません。こんばんは。スーパーマリオ配信されてるよってね、配信始まってるね、見たいな。でも私ね、動画配信アプリね、 Unext じゃなくてなんだっけ、 Netflix しか今入ってないんですよ。Unext ではまだ多分配信されてないよね、どうだっけ、最近開いてないからわかんない、ごめん適当なこと言ってしまった。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。 Netflix はこの間開いて、その地獄の花園とあれは見たんですよ、見たらいっけ、見たらいっけね、40分ぐらいのやつで8エピソード8ぐらいまであって、結構時間かかったんですけど面白くて、なんか私こういうね、
一気に見れる系のドラマ見ちゃうともうずっと見ちゃうの。だからあの本当に日付的に1日ちょっとぐらいで午後ぐらいから見始めて次の日のなんかちょっと朝らへんには見終わったみたいなぐらい、あの結構続けて見ちゃうんだよね本当に。だからドラマとかにハマっちゃうと見ちゃうずっと。で映画とかは2時間ぐらいで終わるから見やすいんだけど、ドラマってやっぱ長いからけど見ちゃうんだよね。だからすごい時間が無料で見れる。そうでもネットフリックスもね無料で見れるよ。死刑に至る病めっちゃ怖いってやつだよね。それもネットフリで見れるし、どうしよう、怖いな、見れるけど怖いな、怖いな、どうなんかすごいねサイコパスみたいななんか噂を聞いた。私は見てないんだけど映画館とかで。スパイファミリーの映画やるよね、極主夫道も見れてる。私これ見たかったんですよ、極主夫道の映画見れるようになってる、嬉しい。ディズニー映画とかも見たいな、あるか分からないけど。トリリオンゲームも今やってるやつ見れてないから見たいんだよな。本当に見たいのいっぱいある。ヨーグルト字幕と吹き替え選ぶようになったからいい。そうなんだ、字幕と吹き替え皆さんどっち派です？私はそもそも洋画をあんま見ないんだけど、クレヨンしんちゃんのもののけ忍者なんか見えないや、ちょっとふりがなが、面白そう。スパイダーマンとかも見てみたいんだよね。私あんま洋画自体見ないんだけど、この間洋画はリトルマーメイドは吹き替えで見て、あ、そうリトルマーメイドが字幕で見て、トランスフォーマーを吹き替えで見たんだけど、でもまあやっぱり見やすい、私的に見やすいのは吹き替えだけど、でもやっぱ映画なんかまあどっちもいいですね。字幕も良かったですし吹き替えも良いし、なんかまあどっちも良いですね選べない優柔不断です。気になる作品がいっぱいありますね。アマゾンズスパイダーマンバース、アマゾンズ、私スパイダーマン一回も見たことないんです。だからちょっと分かんないけど、スパイダーマンは見たことないけど面白そうだから見てみたいです。ネットフリーを、今日あと15分したら終わります。こんばんは、こんばんは。見たらいけ炎上する、面白かったです。こんばんは。ハニーレモンソーダもネットフリで見たな。わっ、あー、スタンドバイミー2って私見たっけな、見たような気もするな。おすすめのやつあったら教えてください。私でも幅広く見たい、洋画も見たいよイントネーション、洋画も見たいし邦画も見たいしアニメも見たいし何でもあの見たい系の人間です。全然何でも面白いの見たいけど、いつも見ちゃうのは邦画ばっかり見ちゃいますね。邦画が、あの普
通の日本のドラマ。今日が8月30日で明日が8月31日で、8月が終わりってことに衝撃が隠せない。もうびっくりしちゃうんだけど。魚の子も最近見たかも。私月の満ち欠け、見てない。月の満ち欠け見てないです。あれはアニメですか？アニメ、ドラ、映画もあったけど、アニメじゃなくて漫画から映画化ですか？なんかアニメ、漫画私本当に全く読まないんですよね。そういえば最後に読んだ漫画は、でも鬼滅の刃読んだわ。でも推しの子読みたい。なんか目にめっちゃ、なんか推しの子が今アニメ終わっちゃってさ、めちゃめちゃ続き見たいし、ちょっと漫画読みたいなとはなりました。でも本当に最後に読んだのは鬼滅ぐらいで、その前は中学生ぐらいの時に少女漫画、なんか名前忘れたけど、でもハニーレモンソーダじゃないよ、なんか蜂蜜みたいな。ハニーレモンソーダに引っ張られすぎてるかな。なんかなんかあったっけな、少女漫画、あった、ほらやっぱ「はちみつに初恋」ってやつ。そう、これ友達から借りて、内容はちょっと忘れちゃったけど、これ友達に借りたような気がする。でも本当になんか漫画は友達に借り、おすすめって言って借りたぐらいでしかあんま読んでない。これだけ唯一記憶にあるわ。あとはちょっと記憶にないですね。読んだ鬼滅は少年漫画、推しの子も実写版やりそう。超見たいんだけど、絶対見る。もし推しの子やるなら絶対見るわね。今日はあと10分。ユネクストはね、一時期だけ一回ちょっとだけ昔使ってた気がする、気がするというか使ってた。今ネットフリにしちゃってますね。Hulu も一時期私使ってたことあったわ。なんかさ、Hulu オリジナルとかあるじゃないですか。で、Netflix オリジナルもあるじゃないですか。だから結構さ、それオリジナル、ユネクストオリジナルもあると思うし、オリジナルあるからね、なんか見たくなっちゃうよね。Hulu とかも入りたいけどさ、そんないっぱい入るわけにはいかないのでね。D マガジンは契約した。D マガジンって、まあ、でもあんまりなんかこういうサブスク契約してもあんまり開かないんだよね、もったいないことに。めっちゃもったいないけど、だから元は取れてない気がするけどさ。でも雑誌とかってさ、一冊買うだけで500円ぐらいするじゃないですか。
から多分こう私これ多分月額500円ぐらいなんじゃないかな。全然めっちゃお得だよねこれ。しかも雑誌ってやっぱ家にどんどん溜まってっちゃうから、まあそれはそれでいっぱい 見返せるからいいんだけどさ、私はなんか結構やっぱ置き場所とか困っちゃうなってなっちゃうから、私はもうデジタルでいいなって感じ、ほか派ですね。ドラマアートのオリジナル、あそうなんですよ、なんかフールなんかそのオリジナルドラマなんていうんですかそういうの、もう一個のドラマ、その主役じゃない人の なんだっけなんていうんだそういうの、なんとかストーリー、 Hulu でこの後配信みたいな、よくあるよね、そう見たいよね多分ね。私世界が終わる頃にみたいなやつありました、なんか世界が終わるまでにみたいな、なんだ中条あやみさんと竹内涼真さんとかが出てるあのゾンビのやつが、多分 Hulu で最初地上波でドラマやった後に Hulu で配信みたいな時、それ見たくて多分一瞬 Hulu 入ったけど、どん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  Hulu 今ね、なんかシーズン3とかどんどんいっぱい続いてるよね。でも Hulu 入ってないからよくわからないんだけどさ、こんばんは、こんばんは、よく終えてないけどそういうの見てました。そうだね、オリジナルドラマとか見たくなっちゃうね。でもディズニーのさやつ見たいからディズニープラスとかも入りたいな。5位まであと6000ポイントです。もうラジオ配信もやります夜。こんばんは、こんばんは。でもすごい、私 YouTube さ誰も登録してないって言うじゃないですか。できれば結構自分が見てるやつがおすすめ出てきてくれるから、今パッと見たらめっちゃ見たいのいっぱいあった。あなたの番ですもあったな。あー夏の番ですってめっちゃさブームになりませんでした。なんかめっちゃさ高校生の時だっけやってたの、めっちゃ穴番見たみたいな、めっちゃなんかさ話題になってたけど私見てなかったんですよね。あなたの番です見てなかったの。でもそのなんかさあなたの番ですとさその後のやつがさなんか真犯人フラグがなんか同じようなさ感じの、あれそれ違うか、違くない、なんかちょっとつながってたりしなかった。なんかその真犯人フラグは見てましたけど、あなたの番です、映画とかもやってるけど一回も見てなくてちょっと話題に遅れてました。それはこんばんは、こんばんは。前編後編分かれてたから。そうなんだ、なんかさナナちゃんとか言うのをすごい聞いたことはあります。いやよく分かってないですけども、ね、ちょっと乗り遅れてましたね。高校生の時はドラマ一切見てなかったから、ドラマ見て考察とかするタイプですか。私はあんまりしないです。今で言うと真犯人フラグじゃない、間違えた、最高の教師見てるけど考察してないです。特に毎週たらたら楽しみに見てるし、真犯人フラグも全然犯人誰だろうと思いながら考察はしてないし、特にあれですかね、そ
そんなに考察はしてないです。でも最高の教師ね、めっちゃ気になる。スパソーシーさん、金魚ありがとうございます。あ、次の土曜日にやるらしいですね。次、先週が24時間テレビでお休みで、今ドラマ最終章とか出てくる。確かに私が今見てるのはやっぱバラカモンと1840みたいなやつと、今日最高の教師と最高の生徒と真夏のシンデレラ、ここぐらいしか見てないですかね。最終、でもね、気になるから最終回もう見たいけど、終わっちゃうの悲しいけど見たいって感じ。こんばんは、こんばんは。で、見たいのはいっぱいありますね。今日バラカモン見たな、私。私ね、あのなんか別に TVer でやばこれ見てない見てないって感じで見てるから、なんか忘れちゃうんですよね。とか1週間あっという間すぎて、やば見てなかったみたいなのもあるから。そうなんですよ、1週間があっという間すぎる、あれもう次のになっちゃってるじゃんみたいな、とかやば今日だと思って、やば見なきゃってなって1週間ギリギリで見たりとか。必ず黒幕がいる。えね、超気になるけど、私あんまり考察してないけど、やっぱ TikTok とか流れてくるからそういうの見ちゃうね。なんか誰々が怪しいとかのは全然見ちゃう。 Twitter とかなんか見ちゃうけど、自分で別になんかこれがあるからこれこの人怪しいんじゃないかとかの考察はしない派かな。ただただ見てるけど、でもまあ見るのは好きですよ、考察。いやー気になりますね。このあとバラカモン、あ今日バラカモン、えそれは嬉しい。なんかさ、やっぱさ1週間後じゃないですか普通は。だそれをさたまたま今日見てさ、もう次のやつが見れちゃうってなるとさ、なんか得した気分になる。今全然得はしてないけど。39度6分、えお大事にしてください。昨日何か、昨日の影響なんだ、大丈夫ですか、大事にしてください。あと2分したらランキング読みます。翼おしいさん、星の花火ありがとうございます。ソルティーライチを一気飲みした。そうなの、39度6って。なんかさ、大事にしてください。なんかさ、昔さなんか40度いったら死んじゃうみたいなさ、なんか聞いたことがあった気がしてさ、めっちゃ熱出るたびビクビクしてたけどさ、でもインフルとかなるとさ40度出るよね普通にね。ね、普通に40度出たことある気がする。お大事にしてください。昨日は焼肉の日だけど、明日は野菜の日だけど、好き嫌いな野菜ありますか？パクチー。この間スープストックでグリーンカレーが今出てて、グリーンカレー頼んだんですよ。でパクチー乗せますかって言われたので、あー大丈夫ですって言いました。いやパクチーは本当に苦手です。もうパクチー食べた瞬間もうパクチーの味がもう口の中に広がってもうすごいですから、またパクチーだけは苦手です。インフルエンザで40度ぐらい出たね。40度きついよね。もうね、コロナのワクチン取った時だけです。40度ってなんかもう怖くない？本当にもう大丈夫なのかってなっちゃう。
人参は大丈夫なった。人参は、まあ、最近は人参ラペと人参シリシリを食べれるので、あの、まあ、ちょっとずつ克服します。春菊大好きだよ。春菊は全然大好き。もうポン酢とかにつけてもそれだけで全然食べれるぐらい春菊は大好き。では10時なのでランキング見ます。13位翼おしいさん、12位ザキザキザキさん、11位よしおさん、10位かんもりさん、9位もっちーさん、8位しなばしょさん、7位あやかかさん、6位みずほさん、5位たいきさん、4位まるさん、3位こしひかりさん、2位天野さん、1位TL トロさん、ありがとうございます。たらまた夜の11時半とかぐらいからやります。では皆さん見てくださってありがとうございました。ではまた夜ぜひ